食中毒についての内部研修を始めます。1、食中毒とは細菌性食中毒、ウイルス性食中毒、食中毒の病原物質、食中毒のいろいろ。1、サルモネラ菌。2、腸管出血性大腸菌 O157。 3、ノロウイルス。2、細菌発育の条件。3、食中毒予防の3原則。細菌を受けない、細菌を増やさない、細菌をやっつける。4、3原則を基本とした具体的行動。5、衛生的手洗い。6、感染予防。7、吐物、排泄物などで汚染された器具、寝具などの処理法。食中毒とは、食中毒とは有害な微生物や化学物質を含む飲食物を食べた結果生じる健康障害である。多くは急性の胃腸障害、嘔吐、腹痛、下痢などの症状を起こす。従来、赤痢やコレラなどの感染症は食中毒と区別されてきましたが、1999年4月に施行された感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律において、病原物質の種別にかかわらず、飲食に起因する健康障害は食中毒として取り扱われることとなっています。1、細菌性食中毒。食べ物の中で増えた食中毒菌や食中毒菌が作った毒素を食べることで起こる。食中毒菌が増えても食品の味や匂いは変わらない。症状、胃腸炎症状、腹痛、下痢、嘔気、嘔吐など、人から人へ直接うつることはない。2、ウイルス性食中毒。細菌性ではない食中毒。代表的なものはノロウイルス食中毒。24時間から48時間の潜伏期間。症状は腹痛、下痢、嘔気、嘔吐、発熱など。症状は2、3日で治まり、便中へのウイルスの排出は3日から7日間続く。体内以外でウイルスが増えることはない。細菌発育の条件。栄養、人にとって栄養となる食品は細菌にとっても栄養源となります。調理器具類では食品の残渣や汚れが細菌にとって栄養源となります。2、水分。細菌は食品中の水分を利用して増殖します。水分含量 50% 以下では発育しにくく、 20% 以下では発育できません。3、温度。ほとんどの細菌は10度から60度で増殖し、36度前後で最もよく発育します。食中毒予防の3原則。1、細菌をつけない、清潔洗浄。2、細菌を増やさない、迅速冷却。3、細菌をやっつける、加熱殺菌。3原則を基本とした具体的行動。1、細菌をつけない。食中毒を起こす細菌は魚や肉、野菜などの食材についていることがある。この食中毒菌が種子や調理器具などを介して他の食品を汚染し、食中毒の原因となることがあります。種子や器具類の洗浄消毒や食品を区分け保管したり、調理器具を用途に使い分けるなどが必要である。2、細菌を増やさない。食品に食中毒菌がついてしまっても、
食中毒を起こすまでの菌量まで増えなければ食中毒にはなりません。食品についた菌は時間の経過とともに増えるので調理は迅速にし、調理後は早く食べることが大切です。また細菌は通常10度以下では増えにくくなるので食品を扱うときには室温に長時間放置せず冷蔵庫に保管する必要があります。 3. 細菌をやっつける。一般的に食中毒を起こす細菌は熱に弱く、食品に細菌がついても加熱すれば死んでしまいます。加熱は最も効果的な細菌方法ですが、加熱が不十分で食中毒菌が生き残り食中毒が発生する例が多いので注意が必要です。また調理器具は洗浄した後、熱湯や塩素剤などで消毒することが大切。衛生的手洗い。衛生的手洗いは感染予防や食中毒予防のために通過菌をすべて除去することを目的とした手洗いです。食品を取り扱う方は衛生的手洗いが必要です。特に手洗いが不十分になりやすい部位、親指や指先、手のシワなどを意識してしっかり洗います。感染予防、手洗い、うがい、マスク着用、施設内の清掃、消毒、換気、加湿など徹底できているか振り返りましょう。感染対策の基本は感染させないこと、感染しても発症させないこと、病原体を持ち込まない、病原体を持ち出さない、病原体を広げない。標準予防策スタンダードプリコーション。1996年に米国 CDC 国立疾病予防センターが設定した病院感染対策のガイドライン。すべての患者の血液、体液、分泌物、嘔吐物、排泄物、総称皮膚、粘膜などは感染する危険があるものとして取り扱わなければならないという考え方を基本としています。1ケア1手洗いで、ケアの前とケアの後には必ず手洗いを行いましょう。使い捨て手袋やマスクなども必要に応じて使用し、菌の媒介者にならないことも大切です。手洗いは身近にでき、かつ効果が期待できる感染対策です。徹底していきましょう。手洗いをする前の手を寒天培地に押し付けた場合、数日するとコロニーが形成された手に形成され、手には多くの細菌が付着していたということが分かります。水道水で軽く洗った後の手、水道水で軽く洗った場合、決して細菌の数は減少していません。指紋や掌紋の中に潜んでいた常在菌が浮き出てきたため、逆に細菌数は増加してしまいました。キビテンアルコールで消毒した手、キビテンアルコールを手に噴霧して5分間よく手をこすり合わせると大部分の細菌が死滅していました。数個残った菌はヒビテンアルコール抵抗性の細菌と考えられます。手のひらをよくこすります。手の甲を伸ばすようにこすります。手の指の間を洗います。親指と手のひらをねじり洗いします。指先、爪の間を念入りにこすり洗いします。手首も忘れずに洗います。以上、食中毒についての内部検診を終わります。